プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。こんにちは、シーバスルアラボです。こんばんは。こんばんは、うん、今日は皆さんにもう重大にも重大なお知らせがございます。もうやばいよ、ね、うん、ぜひ聞いていってください、はい。我々、ね、散々、うん、匂わせてたけど全然ね、うん、どうなってるんやっていう声もね、そう別になかったですがお叱りは特になかったです、はい、お待たせしすぎてるのかななんても思ってました、うん、ですがいよいよここで発表します、はい、この度私たちシーバスルアラボは、うん、遊漁船を開業します。おめでとうございます。おめでとうございます、はいはい。でそのね遊漁船の名前まず紹介しましょう。はい、まあ、これは船の名前でもあるね。そうだね、はい、うん、その名も、うん、遊漁船クラン。おお、クランですよ。クラン ね、 ね、いい、クラン、クラちゃん、クラちゃんって呼んでください。クラちゃんです、はいはい、でねクラン CLANN NN ね。そうこれねどういう意味なのって、うん、Google でね検索してもらうと、うん、まあ、一番最初に Google 翻訳で直訳っていうから、うん、ピャッてなってるのが、うん、子供たちって出るんだよね。なるほどね。そう、うん、ですが、まあ、まあ子供たちもある意味合ってる、うん、まあ、未来をね未来を担ってるから、はい、子供たちは。確かに。ただそのクランっていう意味のスラング的な意味に、うん、家族や親戚同じ血統を持つ人々の集団を指す言葉っていうのがあるよね。いいね。そう、もうなんでファミリーになりたいなって。そうです、もう絆みたいな、はい、だって俺ら結構再三いよりやん、ここ最近言ってます ね、その輪を広げたい、コミュニケーション取りたい、うん、触れ合いたい、それの最たるものだ、ね、そう、うん、もう血のつながりもう家族同然ぐらいのなんかそういうあったかいコミュニティにしたいなっていう思いがあって、はい、まあ、船の名前もクランっていう名前、もうこれだけ船買ったのがもうほぼ1年ぐらい経つね。あ、1年経つわ。経つ5月とかやろ。もうほぼ1年前なんで、1年前からこの構想はあったんですね、うん、はい、でそれがようやく第一歩を踏み出せるよっていうことで、はい、ここで報告します。させてください、はい、でこっからが大事なその遊漁船クランについてのシステムのご案内です、うん、基本的にねまず、うん、いつ出てるのって、うん、遊漁船ね、うん、多分それが一番気になると思うんですよ、はい、まあ、金額とかもあると思うけど、うん、まあ、一応副業という形でやらせてもらうんで、うん、YouTube もさながらですが、うん、基本的には平日の夜、はい、うん、平日の夜、まあ、短時間で、うん、何やろ、仕事が終わった後に、うん、なんか軽く一杯行きますかぐらいのノリで、うん、なんか仲いい者同士だけで、うん、乗ってもらうみたいなコンセプトなんですよ。そうです、うん、はい、もう短時間でサクッとなんかなんて言うやろ、そのガツガツ超過を求めるっていうよりかは、まあ、もちろん超過あっての遊漁船ではあるんですが、うん、なんかのんびり非日常をなんかそのね世話しない現代社会の中でさ、そうそうそう、味わっていただきたいなっていう思いを込めて、まあちょっと近場をクルージング感覚で、うん、なんかちょっとシーバス打ちましょうや気分転換にみたいな感じでのコンセプトで考えてます、はいはい、で狙う魚種は基本的には、まあ、シーバス、うん、であとはメバルライトゲームね、うん、で、まあ、季節によってはアコウとかネザカナ、はいはい、うん、何本になった今だいたいこの3つを軸に、うん、まあ、近場近郊で狙っていける魚なんで、うん、これをこの3つを軸に、回していこうかなと思ってます。はい、はい、クランこんな感じなんですね、はい、今ね映像か写真か出てるでしょう、うん、まあ見ての通り小さななんていうやろプレジャーボート、うん、的な感じです。で一応ね定員は8名で登録しとんですが、うん、まあ、キャスティングの釣りがメインになるんで、うん、ね推奨は2名から3名、うん、一番釣りしやすいのは多分ね2名だと思う、うん、でも仲いい本当に仲いいキュッとした、うん、グループで乗ってほしいっていう、はい、そう、まあ4人とかでもいいんですが、うん、ちょっとやりにくいと思う正直、うん、はい、なんでまあ2名がおすすめで、まあ、2から3ぐらいで乗ってくれるといいと思います、はい、はい、で金額
これね、言わんてか、はい、避けては通れません。そう、はい、はい、じゃ金額のご案内です、うん、まあ、当面の間はオープニング価格でやらせてもらおうと思ってるんですけど、うん、まあ、表出すか、うん、こんな感じで、1名様の場合は1万円いただきます、はいはい、で、2名様はで来られる場合は1万5000円、はい、で、3名様以上でのご乗船の場合は2万円とさせていただきます、うん、もうポッキリポッキリ、あ、うん、はい、はい、まあ、出航時間は、まあ、大体7時、8時、9時、まあ、潮に合わせて、うん、その辺から出航するとして、うん、まあ、3時間のプラン、うん、で、基本的にはチャーターで回します、はい、はい、乗り合いはまたあのレベルが上がったら解放はい、わかりました、そう、はい、あのスマホゲーと一緒ソシャゲーと一緒、うん、まだ鍵がかかってる感じね、まだロック状態、わかりました、うん、なんで基本的にはね、仲いい者同士寄り添って寄り合って寄り合ってチャーターしていただきたい、うん、はい、うん、まあね、3名以上で2万円お支払いして乗るのもいいけど、うん、多分2名が一番気持ちいいと思う、うん、うん、はい、はい、それでお願いします、うん、で、遠方から来られる方いるかもしれません、うん、YouTube を見てね、うん、その方に朗報ですレンタルタックル、レンタルルアー用意してます、はい、一律1000円でいいです、はい、はい、もうタックルもルアーも全部セットで1円、1円じゃないです 1000円、はい、で、まあね、そんなに高級タックルまではさすがに揃えれないんですけども、うん、まあ、十分釣りできるよっていうタックルと、うん、僕らの厳選ルアーなるほど、ね、うん、あとライフジャケットもちゃんとあるんで、うんうん、本当にもうなんか家族旅行がてら夜だけ抜け出しちゃってくださいぐらいの感じ、はいはい、その場合ね、ご相談いただいたら週末でもね、ちょっと確かに、ね、対応できる限りはしたい、うんうん、わざわざ遠方から来られるんやもんね、そうですね、いや、そこはあのご相談、ね、ください、はいはい、予約の方法なんですが、が、うん、これ私たちの公式 LINE、うん、これを開放します、はい、これはね、あのレベル、あ、足りました、はい、公式 LINE、これ QR 読み込んで、はい、ここから、ぜひご連絡ください、うん、いついつ行けますかと、うん、で、基本的にはね、さっきも言ったように乗り合いはしてないの、しない予定なので、今のところ、うんうん、日が被った場合は、うん、早い者勝ちとさせていただきます、はい、はい、で、基本的にそのなんやろ、空いてる日とかは、うん、SNS のストーリーとか、うん、ツイートとかで、うん、随時か、うん、随時、お知らせできるようにします、はい、はい、ここまでの説明で大体分かったでしょうか、うん、はい、こんな感じでやっていきたいなと思っております、うん、で、いつから乗れるのって、はいはい、これ気になると思う、うん、うん、ここはね、いつからにしようかなって結構悩んだんですけども、うん、キリオク、うん、5月の1日、はいはい、この日から乗れるようにちょっと動きたいと思います、一応ゴールデンウィーク中、うんうん、ゴールデンウィークはフル稼働しようわかりました、うん、はい、夜やったらいける、はいはい、多分きっと、はい、了解しました、はい、5月の1日から乗れます、うん、で、予約開始は4月の24日、何曜日だ、はい、24日は水曜日です、はい、4月の24日水曜日から予約開始、ぜひ、公式 LINE 友達登録して、うん、どしどし予約お待ちしております、はい、あ始まってしまうか、はい、始まってしまいます、そうだ、俺今思いついたけどさ、ガチで、うんうん、あの俺らのショップにさ、うん、売れてないステッカーあるよ、うん、これこれこれ、このステッカー、あー、はいはい、白と黒、うん、これね、在庫がいっぱいあるんで、これね、そう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 、うん、これ、なくなるまで先着プレゼントしよっか、あ、そうしましょう、うん、はい、そうします、うん、乗ってくれた皆さん、多分ね、白と黒合わせて100枚ぐらいあるんかな、うん、50枚ずつぐらいあるよね、確か、多分、まあ、お好きな色を1枚プレゼントさせていただきます、うん、なくなるまで、はい、はい、ぜひたくさんのご乗船お待ちしております、うん、みんなで楽しくなんかのんびりしましょう、はい、それではその